ほら、おいで。ただ奈良子にずっと投票すればいいだけってことだよね。何も迷わず、逆に言うと。ナイス、はい、ナイス。みんな動ける？みんな動ける？大丈夫？動ける。動けます。今のところ。トリッピー金縛りかと思って。おいおい、金縛りするふりしてた。初手か。こいつ初手から金縛りになってるよと思って。やめろその。かまってちゃんムービーやめろトリッピー。やめろそんなことしなくてもみんなお前に夢中だよトリッピー。それでキモいわ。みんなお前に夢中だからそれで準備できたらええわ。トリッピー。バグるぞ。バグるぞみんな。三人金縛りに合う可能性が。バグるからな。それやってるな。そんなっちゃうんよ。さあ動くかな。いいです。今回ちょっとタスクがめんどくさいな。おタスクがめんどくさいです。おタスクが。ほら、おいで。ほら。展望一武器一、メイン一、エレキ一。展望死んでんだろ、てか。おいちしたい。おいちキル。おい。展望？うん。展望デッキです。じゃあ原産やろ。じゃあ原産で。お？あら。そうなんですか？なんでそうですか？キッチン側の展望デッキね。で、死体の時間としては、はいはい、私一回心電図見た段階ではもうすでに死んでて、そのタイミングが約16秒前。うんうん。なんかね、展望デッキに相当長い時間位置がついてたのは、うん、多分結構アドミンに来てた人が多くて。うん。うん、それは見てるから。で、原産が下から上がってきてたから、そう、位置的にはめっちゃ怪しくなっちゃうけど、他に、ちなみに今原産やろうってなんで確定みたいな話だったの？ちょっとインポスターの方に絶望的な情報を与えると、うん、はい、アドミンで4人でずっと遊んでたんですよ。かわいそうに。で、チラチラアドミン見ながら、そしたら展望で死んでんだろうなと思いながら、展望無視してずっと遊んでて、そしたら武器庫から原産来たから、かわいそう。原産だろうなと思って。ちなみに遊んでる4人って誰ですか？七子と、トリッピ、畑迫、高田。あらあらあら。で、あらあらあら。じゃあ、インポスターの私からじゃあ。ごちそうさん。ごちそうさん。私は、ゴミサボ鳴らしてないです。あら。ああ、相方のせい。相方に文句言ってるんだ。それは、ただ、ゴミサボ鳴らすメリット私がないじゃないですか、位置的に。まあまあまあ、確かに。アドミンの中にいるぞ。アドミンの中にいる。いや、アドミンの中にいる。アドミンの中にいそう。アドミンの中に一郎いるぞ、多分。いるいるいる。見せないために押した説あるわ。開口一番に、もう原産やろって言った高田さん以外の3人のどっかに一番いる。やばい。七子さんとトリッピーさんと畑坂さん。うん、だね。自白しろ。誰だ誰だろ。アンドラしてやる。4人で、ね、ローラーしても面白いかもしれない。4人いたけど、正直アドミンほとんど誰も見てなかったけど。いや、違う違う違う。宝坂見てるのを見て、コミサボ鳴らした。いや、もう俺もほとんど。いや、俺、みんな弁当の上で、みんな弁当の上に立ってるから、これが高田村かーって思う。これが高田村って聞いてたけど、これが高田村。ごめんなー。アドミンいてごめんな、ゲンさん。アドミンいても。ごめんな、アドミンいて。すまんね、俺が原さんごめんな。もうチラッと見たら、テンポで絶対死んでたから。残念だったね。タスクもしてないから。
コックピットに助かるのに。すまんね。しかもあの武器1展望1で他の位置なんとなく覚えてるけど、あの辺もう人いなかったし申し訳ないけど原産以外ありえないと思いますねあれ。すまんねえ原産、申し訳ないね、俺らがふざけてたばかりに。うわーかわいそうに。あら、おたけ死んでんじゃん。おたけコックピットじゃねえ。あーあーあああら、いる。おたけね。結構荒いんじゃない？だいぶ前ですね。荒った気がする。だいぶ前だ。神殿図情報的にはリアクター鳴る前からすでにもうなくなっていましたね。うんうん、で、それをチェックしたから、私、下方向に死体あるんかなと思って、キッチン、ね、展望まで抜けて、展望にも死体がなかった。セキュリティの展望もチェックしてなかった。ね、下方向ないです、だから。ピカクロスさんが左行ってくれたんで、僕、右側から回って、貨物ラウンジアーカイブまで見ました。何も死体なかったです。あれ、僕もキッチン、展望って確認して、武器庫行ったんですけど、すれ違ってないな、ピカさん。あ、多分最後の最後だと、私、最後の最後なんですよ。あー、じゃあ、オッケーです。じゃあ、どこしたい？僕もリアクター鳴ったから下側だと思って、キッチン展望を確認して、アップロードまで見て、死体がなく、武器庫で終わりです。エンジンメインホール、シャワーにはないと思う。そこぐるーっと回って、俺リアクター直しに行ってるから、アーカイブでも見てない。どこで死んだよ、これ。じゃあ、コックピット、金庫、宿舎前。で、武器庫も僕、下側の武器しまうところまでしか行けてないから、上側は見れてないです。あ、ただごめん、メインの小部屋にいたらわからん。それは、そこまでは見てない。え、七子さんって宿舎脇ですか？宿舎脇、トリッピーとも会ってんじゃない宿舎の方。ああ、最初はね、七子さんいた。宿舎、うんうん、左の金庫行ってた。金庫で作業した後、うん。うん、で、トリ多分、宮ちゃんと会ってると思う。うん、うん。絶対無理な人間って誰ですか？ああ、ヒカさんって、ミヤが宿舎脇、ああ、まあ、ダウンロードしてる時間あるから絶対とは言えないな。ヒカさんって、キルのタイミング見たんですか？キルのタイミングまだ見てない。すでに死んでる状態だったから。はいはいはい、ただ一応私の経路としてはアーカイブから、貨物の方に抜けてタスクをこなしてって神殿図を見たって流れなんで、そっち側でキルがないってことは多分畑迫さんが見てくれてるから証明が取れると思うのと、あとキッチン展望に死体がないのはピカクロス夫人、アルマが見てるから、そこにも死体がないってことは証明が取れる。ぐらいじゃないかな。言えるのは。まあ、ピカさんは弾いていい。うん、初日のリポートで白目ですもん、ね、うん、あ、そうっす、うん、どこやでもこれしたい。まあでもコックピットコミュニコミュ前くらい。コックピットの場合ってアルマさんは弾けるんですか？あ、弾けないです全然。僕はもう一番最先頭なんで、僕左側の、うん、一応藤宮も七子さんも金庫室でいた時間があるんで、うん、そうね。でも僕コックピット組じゃないし、藤宮さんコックピット組じゃないから片坂じゃなさそうやけどね。動ける。まあ一応落ちてるけど、ちょっとどこか気になっちゃうけど。ああ、なるほど。なるなる。コメサボが治った後にバイタルを見たらもう死んでたって感じです。だいぶ前なんですけど、最初の脇市畑坂さんメインホールで一緒にシャワーに入ってタオルタスクをやってる。うん。お。うん。つか今死んだんですよねこれ。うん。俺最後アドミ見てるな。ああ、どこにあった？いいっすね。アーカイブが2かな。最後アーカイブ2。ああ、シャワーにいた人はアーカイブにずっといた人とシャワーにいた人がシャワーにいた人はアーカイブ行ったんじゃない？シャワーからアーカイブ藤宮抜きました。なるほど。アーカイブ誰がいました？あと1人。僕
は誰も見てないですね。あ、違うか。2じゃないか。あ、で、あと電気室に？あ、電気室が俺。とあと誰だ？内宮高田の瞬間はありましたけど、その後僕はメインシャワーアーカイブって言ってます。まあでもそうね、最後はセキュリティまで行ってるのと、うん。セキュリティまで行ってる？え、ちょっと待って。セキュリティまで行ってます、行ってます。セキュリティまで行ってます。え、あ、ちょっと待って。セキュリティは俺もいるよ。ん？俺、あの、アップロードのところにいるけど、7個ってどっから来たの、それ。だから俺はバイタル見て死んでると思ったから、コックピットで場所探そうと思って、エレクトリカル抜けて、あのカメラの前で今なったって感じなんだけど。ちなみに、じゃあ、展望は展望ピカクロス、一人です。あ、なるほど。そうです。一人いた。7。最初、アーカイブってことですか？アーカイブかな、これ。うん。本とか？こっちのやっぱ、富士宮7個。でもね、うん。7個さんは今のターンだと、ちょっと今のアーカイブに情報が本当なんだったら絶対無理じゃないっていう感じなんだけど。てかその辺に仮に11とか2ついてた場合でも近辺にいた人物がいないから、その辺っぽくなっちゃうけど、うん、富士宮っぽくなっちゃうプラス、うん、花子さんも誰からも目撃ないですもんね、うん、今のバイタルからエレクトリカル、てか最後テンあちょっと待って、セキュリティの下の方から、うん、この下の外に出るとこあんじゃん、そこから上に上がってくる人がいたはずなんだけど、それ誰か、うん、あ、だからそれが多分俺だからその、うん、あ、じゃあ多分それ認識してるはず、俺のこと見てるはず、見えたかな、ちょっと見えてないのか、わかんないけど合ってるわ、一応ごめん、藤宮さんのとおりは、まあ、終わらないんで、七子さんじゃないですかね、七子さん、僕、うん、はコックピット行ってないですよ、初日終わりやろ確かに終わりやろ、終わらない、誰やねん、7個あっいや7個が一応合ってる、じゃあ7個さん、7個とも限らないけどな、うん、あ、だから、ね、その1個すっごくめちゃめちゃ苦しい話するんですけど、うん、アーカイブに湧いて止まりました。今動かなくなりました。あ、今。まあ、わかる、ね。次は動けるかもしれないから。ね、それで話して。今、とりあえず、クルーキャンセル、スキップキャンセルして。なんかそうだ、クルーキャンセルして。普通に会話でいいんじゃないかな。うん、普通に行ったら。うん、普通に会話していいと思う。うん、なるほど。別に。だから、宮ちゃんから奈々子さんがすごく黒塗りをされたんだけれども、それって、あそこのコックピットに、誰だ、一人死体が上がった時に奈々子さんが金庫にいたからっていうことを話してるんだけど、コックピットに死体とは限ってないんだよね、竹雄さんのね、死体が、あ、そう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 、竹雄さんの死体がコックピットにあるんだったら金庫室にいた奈々子さんと宮ちゃんがめちゃめちゃ黒い位置って話を多分宮ちゃん展開したと思うんだけど、ああ、まあそれは間違いないです、うん、その竹雄さんがコックピットは予測でしかない、死体チェックのルートでエンジンルームメインホールを確認したのが奈々子さんって話だったんだけど、奈々子さんが仮にインポスターだったらそこに死体があってもおかしくはないよねっていう話にはなっちゃうんですよね、あのキッチン展望はあのピカクロスアルマの両方が確認してるからないって証明が取れるんですよ、うん、ちなみにタスクってどんな感じですか、あと2個ですダウンロード、まだもうちょっとあるかも、俺トリッピーもうちょっとあるかも、え、トリッピーさん今ベントの上で僕とポケ化してたのにまだいや、弁当に立ってるやつ見るとこれが高田村がって言わないといけないんだよそんなことはないから、なんで俺見たらみんな弁当にたまるんだよ、マジで怖いんだからそんなことはない、え、もう釣りじゃないか、あ、俺はスキップ入れた、うん、スキップ入れた、え、さっきのターンでその最終もう一回位置ってどこ、全員アルマミーティングです、セキュリティー、あ、で、そう、セキュリティーで剣士の行動は俺話せてるから、剣士から見えてなかったとしても奈々子さんがセキュリティーにいるのはほぼ証明できるかなって感じ、あー、てか、切る待ちでよかったかもな、さっきも、ごめんね、藤宮さん。うん。ちょっと、怖いと釣りだなと思ってましたね。そうだね、高田さん、ちなみにパッとセキュリティの展望行くまでのルートって言います？あ、要するに、右側に行ってるか否かが知りたくて、右側に行ってないんだった。行ってないんだ。ずーっとエレクトリカルだ。俺、あの、ガチャンガチャンやってたから、で、あん時に、あ、そうだ、あの時に藤井面を一瞬エレキにいて、そのままメインに上がっていくのを見てるんだ。オッケーです。多分ね、投票さえ普通にやれば、時短普通に動くから、これ。
解散する必要性がないな、たぶん。トリカルマかなって感じだけど。7個も視界が広いんだよな。ピカは感覚白い。これは言語ができないやつなので無視しますけど。おお。はい、ナイス。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 タスク終わりました。おお、ナイス。うん、同じく終わりました。ピカクロス早い。あ、もう終わってます。すいません、あと3つぐらいあります。あ、み取れちゃう方です。取れちゃう。同じぐらいある。俺も大丈夫。じゃあ大丈夫よ。大丈夫そうや。3つぐらいだったら、うん、誰やろうなこれ。でもあとアーカイブじゃないところに湧いたら普通に動けました。あ、よかったよかった。アーカイブ多分ね、投票さえちゃんとやりゃ絶対普通に動くと思うんだよねこれ。なるほどね。なるほど。隠しの取れる人っているんだっけ。いい、そもそもこ の、あの中野くんは誰か死人されてたっけ。一応はしご音で白取れるかなとは思いましたけど、あとはエンジンルームですれ違ってるのは死人してるので、ミーティングまで行ってるのは間違いないかなって感じですね。うん、でボタンを押してるって感じ。あれ死体地ってどこか分かってたんだっけか、ちゃんと。誰の死体地、誰が死んだんだっけ。あのその畑迫さんが死んでて死体地不明です。あ、最後のやつ、はい、そう、位置関係的におそらく右側かなっていう感じで私は推理してます。その畑迫さん死んだとはボタンで消えてて、トリッピーさんのアドミン情報ではアーカイブじゃないってなって、藤宮さんアーカイブじゃないって思って、うん、藤宮さんが言ってたけど見てないって言ったから僕は釣りをした感じです。アーカイブ2になってたのは見たけどってこと。だから、ミヤちゃんが入ったけど死体見えなかったってこと。そう、でもね、俺ね、セキュリティとアーカイブは本当にボタンを押される直前に2になった感じだから、多分藤見さん入った瞬間ボタンを押して気づいてないのかなとか思ったりした。多分。あー。っていうのを、終わらなかったから、なんか、確かに、ちょっと死体ちょっと前に死んでるなら、確かにアーカイブにわざわざいかんかとか思ったりして。申し訳ないことした。全員の位置関係を正しいとするならば、多分そこに到達、あのアーカイブにいた可能性があるのって七子さんぐらいかなとはちょっと思ってます。うん、ちょっと待って、アーカイブにいた可能性があるのが七子さんぐらい。そうか、バイタルにいてるからか。ボタンを押した人の可能性は、ボタンを押した人誰だったっけ。アルマさんがワンチャンですね。だから弁当、昇降機、あのリフトの弁当を使って反対側に渡ってキルして戻ってボタンっていうパターンはあるかなってぐらいです。剣士はごめん、どこにいたんだっけ、もう一回確認していい。エレキにずっといて、その後セキュリティの奥のアップロードで終わってる。メイン枠から。で、ピカさん視点、剣士が外れたのはなんで。藤宮さんからその話が出てるからですね。藤宮さんが、高田さんがエレクトリカルにいたっていうのは、言ってたんで、やってるんですよ。まあまあ、タスクやってください、一生懸命。タスク、タスク。藤宮、白だと思ってたよ。俺は信じてたからね。俺だけだよ、藤宮のこと信じたの。いや、俺だけだな、藤宮のこと信じたの。こいつだ。犯人見つけたよ。はい。ああ、完全に見ました今。完全に見た。ピカさんが切ってた今天使を。何があったかちょっと説明すると、私も七子さん切ってるとこ見たんですけど、高田さんと私でアドミンマップ見てて、アドミンマップ見てたらキッチンからメインホールのエンジンホールの弁当見たんですよ。でそれで高田さんと私が、あ、見ちゃったと思って、2人で行けば絶対どっちか発見できるだろうと思って、2人で走ってったら奈々子さんが高田さんキルして、あの速レポをしてたって感じ。全然もう言ってることが多分完全に書きちま変わるんだけど、俺キッチンで沸いたのは事実だけど、その後エレクトリカのタスクやりに行って、でコミサバが鳴ったからメインホールエンジンでコミサバの方行こうと思った、直ったなと思ったら、ちょうどそこのエンジンのところで剣士を切ってるピカさん見たっていう状態。はしご音になってないから奈々子さんに入れます。いやー、それ聞き逃してるよ俺。マジでマジでマジで、あれだった、本当にそれ聞き逃してるって。長野くんマジで奈々子さん、本当に逃してる。
なんか七子さんの俺まだ揺れてるよ。いや本当に多分聞き逃したと思う、中野くんのハシボーンのやつは。はい、もう一個言わせてください。ハシボーンなってた、はい、なってないと思う。本当に聞き違いだと思う。コミ様直したらピカクロスですで、いやだからそれはだから天使と一緒に行ったんでしょ、コミ様。だからコミ様の方から来てるピカさん見てるもん俺。まあもしあれだったら多分僕とピカさん奈々子さんに入れるから、トリッピーさんがもし不安だったらピカさんに奈々子さんと二人でナスク勝ちでも全然。ああ、なるほど。いやでも今の話本当はしごに一個しかそこの岐路に立ってないんだけど、俺マジで上がってるから単純に聞き逃すとしか言いようがないんだって。確かにすごい。あ、なんかもうそんなに言われるとそんなに言われるとなんか。なんか聞き逃しちゃったのかもしれない。それ聞いてないって言われる。揺れてきた。揺れてきた。それ聞いてないって言われると俺だってもう言いようがないんだもん。だってあの。小宮さんも直して私がね、私が直した後に、うん、あの高田さんと一緒に。いやだから。見てたから。時間はあるよ、ちょっと小宮さんも直してから少し。はいはいはい、だから奈良子さんの時系列と私の時系列がだいぶずれてるし、みんな目線でも、はい、あの小宮さんも直ってから結構5、6秒ぐらいは多分経ってたはずだから。だからそこの時系列は全くずれてなくて、ケイシと一緒にピカさんが直しに行ってるだろうってことは、エンジンの方に2人して来てるの確認したから、おーいやだ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 いや頑張った頑張ったお前とあーもうケイシだけだと思ったのに思ったな。いや後ろから来てたピカさんがテント見ちゃったと思って、誰も死にに行ってやれと思って二人で行きゃいいだろうって死のうと思って行った